身のユニフォームを着た、まず今の感想からお願いします。阪神タイガースのユニフォームっていうのは、まあ、テレビでしか見たことなかったんで、今ユニフォームを着ているときに嬉しい気持ちでいっぱいです。誰にも見せない涙阪神タイガースの皆さん、本当にこのような素晴らしい時間を作ってもらい、本当にありがとうございます。監督さん、コーチの皆さん、スタッフの皆さん、選手の皆さん、本当に今までありがとうございました。最後に僕の目標だった試合に出る、そして24番をつける、それに携わってくれたチームの関係者の皆さん、本当にありがとうございます。今まで諦めず野球やってきてよかったと今日は改めて思いました。これまで本当にたくさんの方に励まされ、
応援され、ここまで来れました。最後、まさか、こんな素晴らしいことが起きるとは、夢にも思っていませんでした。これまで、そういうことがありましたが、自分に負けず、自分を信じて、今まで自分なりに必死に練習してきて、本当に神様を見ていると今日思いました。今まで僕に携わってくれたたくさんの方々、本当に今までありがとうございました。勝ちました。